さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々は元気してます付き合ってくれてありがとうございますね。でもみんなね、やりたいんですよ、ね。ミシェルさん、まあ、そんなね、はい、チームワークって大事じゃないですか。チームワークこうね、今まさに展開されました。バラバラでいやいや最高ですよ、チームワーク仲いいですよ ね、はい、ね、今日はそういうお話なんですか。そうですよ、はい、あやむちゃんもチームワーク大事ですね。大事ですよね。ドカンっているだけでもチームワーク出ちゃうね。そうなんです、はい、そこで今回まずご紹介するのは、はい、総合保険のコンサルティングを行う中、多岐にわたるチームワークを大事にしているこちらの企業様です。近年、日本の将来を明るくする人材としてクローズアップされる多くの女性たち。総務省のデータでも毎年増え続けているその労働人口は、まさに社会が求めている証でもあった。そんな働くキャリアウーマンの一人として、お客様のニーズに応え続け、信頼と実績を築き上げる女性がここにいる。有限会社 LIA 代表取締役藤井恵子。総合保険コンサルティングとしてお客様の将来を支える有限会社 LIA では、専門的な知識を持ったスタッフのもと、誰もが求める安心で幸せな生活を理想ではなく実現へと導き続けている。今回は藤井恵子をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。保険の代理店を始めたきっかけは何だったんですか。そもそも大手国内生命保険会社におりまして、その時にやはりこう自分のところの商品だけではお客さん満足させられないんじゃないかなと思ってたんですね。その時に代理店にならないかってこうスカウトがありまして、はいはい、それで話に乗っちゃったって形になりました。はい、それ開業されてどれぐらいなんですか、うん、今、うん、開業して今16年目です。16年、はい、すごいな、はい、16年、はい、お一人で。その前もあるので、はい、保険歴はちょっと長いんですけど、はい、代理店になってから16年です、はい、お一人でされてるんですか。今は社員もおりますけど、はい、スタートした頃は一人でやってました。大変ですよね。でも、ね、大手におられてね、はい、それじゃ満足させられないって言ってですよ、ね、タイミングがあったといえども、ね、これで、ね、出て自分で起業されるっていうのは大変なことですよね、はい。ちなみにその開業されて一番大変だったことってございますか。開業したばっかりの頃はとにかくもう数字を上げなきゃとか、お客様がいっぱいいたので回ることで一生懸命だったんですけど、はい、ふとした時にやっぱりこう一人で営業し続けるってことに、こうだんだんこうモチベーション的にも、あと情報量も一人でやってると入ってきませんし、だからやはりこう寂しさを感じたんですよね。そこでたまたまこうお世話になってる保険会社の方から、マネージャーってシステムがあるってことをお聞きして、いろんな代理店と手を組みながらできるって仕事だったので、自分からやらせてくださいっていうふうに手を挙げました。でもまあ大手 の、 その保険代理店様とたくさんまあ手を組まれてるってことではないですか、はい、そのなんかグループのまあ言えばまとめ役っていう形になるんですかね。そうですね、はい、それをやろうと思ったきっかけっていうのは、先ほどと話かぶるんですけど、やはりこう一人でやっていくよりも皆さんと一緒にやることによって、自分自身も周りの方もモチベーションが上がりますし、こうやっぱり一人じゃないんだって、やっぱり何よりも心強いんですね、はい、で私もそういったサポートをさせていただくの、いろいろ自分自身も勉強になるので、はい、一緒にやりたいなと思う人たちを自分で選んでやらせていただいてます。自分で選ばれたんですか。はい、選ばれた人たちが今日来てます、ああそうですか、はい、それは後ほど楽しみですけども、ね、楽しみですね。女性の方ばっかりですか。はい、今日は女性 の、 うちの助かります。ベストメンバーも、はい、あそうですか、はい、でもやっぱりそういった、保険ってやっぱりこう詳しく丁寧に説明しなきゃいけないので、やっぱりその女性だときめ細かさとかも ね、 ございますよね、はいはい、うん、そのチームワークってでも
なかなかねこう取れないじゃないですか。難しい難しい、ね、はい、結構うちのグループみんな仲良くてですね、はい、私もいろんなこう月でセミナーやったりとか、はい、あとこう営業のロープレであったり、はい、ビデオ学習会であったり、はい、あと最近では新聞を作るとか、まあ、今私ちょっと今日新聞持ってきてはいるんですけど、はい、うちのメンバーの子がこの新聞、はい、メンバーの人がこの新聞をずっと何年も作ってて、その人にも私たちもこう教えてもらいながら、はい、そういった勉強会を新聞作る勉強会やったりとか、はい、筑波、はい、筑波初の松田牛の店って、これどういう、これ私の保険会社ですよ、ね、お客様のとこのご紹介を、はい、手渡しでこう新聞をお客様に配れるっていうのが、なるほど、こっちはもうボディメイクですよ、はい、じゃあボディメイク、ね、なるほど、なるほど、いろんなお客様がいるからね、そういったお客様のアピールを自分のお客さんにこう伝えたりとか、こう富士新聞見たらちょっとおまけつけてねみたいな感じで配ってるんですね、はい、なるほど、まあ、なんかこう企業様でいう、まあ、社内法みたいな感じに近いんですかね、でもまあその先ほどおっしゃってましたそのグループをまとめるというので、はい、そのやっぱりその苦労されたことってございますか。やはり一人一人考え方も違いますし、うん、はい、目標も違うので、はい、その人人に合わせたモチベーションのかけ方とか情報量っていうのを、はい、絶えず考えながらやってます、はい、はあ、うーん、素晴らしいですね。なかなかこうコミュニケーションを図ることもねやっぱり難しかったり、皆さん結構忙しいので、ね、それぞれお客さんいらっしゃるのでそれをまとめていくのは結構大変なところもありますね、はいはい、ですけど結構グループの方がすごくやる気の方が多いので、はい、前向きな話は皆さんどんどん参加してくださるので、はい、そういう意味ではすごくやりやすいいいグループだと思います。でも一人でやってるのと全然違いますよね、私も、はい、そう思います。情報源も先ほど、ね、はい、言われたことを含めてね、はい、安心もされるでしょうね、でもそうですね、やっぱり一人でやるよりはグループの方がやっぱりいろいろこう、ね、はい、楽しいし何かやるにしてもみんな機動力あるので、はい、一緒に行動したりとか、はいはい、楽しみながらやってます。ここでグループメンバーの3名もスタジオに招き、さらに詳しく話を聞くことに。これはちなみにどういったグループなんですか、こちらは。はい、定期的にですね、はい、研修会とかみんなで開いておりまして、はい、で非常に皆さんモチベーションの高い方たちの集まりですので、うん、非常に楽しく毎回やらせていただいております。はい、打ち合わせからすごく楽しそうだったね。そうですね、ね、なんか良さそうな雰囲気が ね、 そうですね、漂ってますよね。ちなみにこの中島さん、はい、日頃どのような活動を行っているんですか。うん、あ、はい、はい、私はファイナンシャルプランナーとして、女性向けのマネーセミナーなどを各地で開催しております。はい、学校では教えてくれないお金の勉強会と題しまして、はい、なるべく専門用語を使わずに、うん、皆さんに分かりやすいような形で金融のノウハウについてお伝えしております。うん、セミナーなんかで、はい、そうです、はい、大友さんもそういう活動されてるわけですよね。私はまだ代理店になってから1年ほどなんですが、はい、の前の、まあ、生命保険を24年ぐらい経過しまして、はい、代理店はまだ1年なんですね。なのでセミナーといっても自分からするのではなく、やはりセミナーに参加してたくさんのことを勉強して、やはり保険の説明だけではなく、そういったお客様のニーズに応えられるような知識や情報を持つことが大事だよって藤井さんから言われまして、で進んで参加するようにしております。鈴木さんはどのような活動を、はいはい、やっぱり皆さんと一緒なんですけれども、やっぱりこういった情報交換の場でマネーセミナーでこういうことがあったとか、こういう説明してるよとかっていうのを参考にさせていただいて、まあ、そういうのをもう後々やっていこうっていうふうな計画は立ててます。はい、先ほど藤井さんからね、藤井さんも周りに人がいてくれて、はい、こう自分に安心感もあるしっていうのは、でも皆さんもやっぱり同じようなことなんでしょうね。皆さんがいてくれて、うん、自分の仕事もやっぱりパワーアップしていくような、はい、そういうことですか。はい、もうかなりモチベーション上げていただいているので。ああ、そうなんですね。だって皆さんだって大変な時ありますもんね、モチベーション、うん、そうですよね、皆さんから見てこう藤井さん、まあ、普段の藤井さんも含め、まあ、セミナー中の藤井さんも含め、はい、どんな感じですか。マイルド、はい、マイルドですよね。もう男性的な男性的ですか。はい、とっても女性的に見えますけども、ね、いやいやいや、じゃあ今日は今日はちょっと特別に、ね、
セミナーで前に立った時には、はい、ギラッとね。いやいやいや。でまあそういったね、男性の部分もないとなかなかこうしっかりリーダーとして引っ張っていけないですよね。はいはい、大変頼りにしておりますので。いや、いいですね。多岐にわたった活動を行う藤井だが、現在さらに新たな事業も取り組み始めたという。他にどのような取り組みをされてるんですか？ドクターブレインプロジェクトっていうのに参加しておりまして、はい、これは地域医療で貢献されていらっしゃるお医者様の紹介するサイトなんですね。はい、でお医者様を取材をして、それでお客地域医療のドクターを皆様に、患者様に知っていただくため の、 サイトのお手伝いをしています。ホームページのサイトのお手伝いをしています。病院の先生にとってはありがたいね。実際に藤井さんがお伺いして、はい、先生にまあインタビューみたいな感じ、はいはい、なるほど、それをホームページ上に載せると、はいはい、へ、先生にも無料で提供できるので、はい、すごく宣伝効果はあると思うんですね。そうでしょうね。ドクターブレインプロジェクト、はい、どのように、まあ、そのきっかけとして始めたんですか？ちょうど私去年のお盆の頃なんですけど、はい、原因不明の高熱で40度近い高熱が1週間続いたんですね。で自分では風邪だろうと思って風邪薬飲んでて一向に良くならなくて、でもなんかもう日に日にこう体が悪くなっていく状態を体験しまして、その時になんかこう地域でこうドクターを検索できるようなホームページがあったらいいななんて思いながらも苦しんでたんですよ。そしたら結果的にはもう本当に緊急入院ですぐオペだったんですね。そういう状況を体験しまして、はい、でやっぱりその時も一人で苦しんでて、何なんだろう病気、何なんだろうと不安な思いで過ごしたのを記憶してます。それがきっかけで、はい、そういうのがあったらいいなって自分自身がすごく思ったんですね。そうですね、はい、一体どこの病院行ったらいいのかとか、私も分からない、風邪なのか、はい、でも違うけども何だろうっていうのがありました。いや実際に体験したからこそ、ね、そういうサイトが生まれたというアイデアって言ったらおかしいけどもね、苦しい思いの中からね、ダブレインをやることによってやっぱり世の中の方に、うん、いっぱい世の中の、まあ、地域に住んでらっしゃる方にね、うん、こういった先生はこういう分野が得意とか、こういった治療方法が好き、お得意とか、はい、そういったあるじゃないですか。でその先生 の、 その理念であったり、どういう器具をこう先生が扱ってらっしゃるかとか、そういうまとまったサイトがあるとすごく地域に住む住民にとってはすごく安心だと思うんですよね。でそういうのを私がこう取材できたらいいなっていうのがすごく思いまして。でも実際に取材に行っても聞いてるわけですか？はい、もう取材始めてます。はい、でもそれ写真を撮らせてもらったりとかしたりとかして、写真を撮って先生に、はい、まあ、ある程度このインタビューする質問事項って決まってるんですけど、はい、それにインタビューして、それをこう制作会社に送ってこう先生とすり合わせて、最終的にはサイトにアップするっていう、ホームページ上にアップするっていうことで、はい、やらせてもらってます。いろんな地域で、まあ、まず最初はそこの地域でしょうけども、はい、私が住んでる地元の地域を中心に活躍されてる、はい、ドクターの方をご紹介してます。私はわりかしこう地域密着っていうのが好きなので、はい、私が住んでるところの地域の中の情報ってまだまだいっぱいあって、はい、それを世の中の方に新聞であったり、はい、ドクターの紹介であったりってことで貢献できたらいいななんて思ってます。今後の展開的にはどういう展開を？そうですね、我々の世代もそうなんですけど、特に感じるのは20代30代の方たちが、はい、実際お金の教育を受けてきて、義務教育でそういったのがないので、これから税金であったり社会保障であったり年金問題であったり、さまざまなことがお金に関することとか世の中が変わってくるのに対してなんか対応しきれてないんじゃないかなっていうのが日々セミナーやってて思うんですね。でそれでその方たちに人生におけるキャッシュポイント、実際いくらどういう時期にいるのかっていうことをセミナーを通して教育していきたいってことと、あと30代40代の方には住宅ローンの見直しがいかに家計に効果があるか、実際私がやった中では一つのご家庭でやっぱ1000万浮いたんですよ、見直しで1000万です。それどういう、ね、どういう見直しね、もう本当に例えばどういうとこ見直していくんですか？本当に4年 3,4 年前の住宅ローンの金利と今金利低いですから、うん、ないようなもんですからね。そう、この見直しだけで1000万近く浮いたって事例が、成功例がありまして、はい、もう本当に感謝されて喜んでいただきました。
で、まあ、3、40代の方は住宅ローンを中心に家計の見直しを、はい、あのこれもセミナーを通じて やりたいなってことと、あと50代60代の方にはやっぱり相続ですね、相続やっぱり 50歳ぐらいになると親の相続とかこうちょっと気になってくる世代なんですね、気になってくる世代でございます、はい、でそういったものをこう相談するの誰に相談したらいいかわからないんですよ、うん、でそういう今度未来店型ショップっていうのをオープンしたんです。未来店型ショップ、はい、来店型ってよく言うんですけど、はい、未来店型って私が作ってるんですけど、本当にお客様 の困ってる悩み事とか相続とか、うん、そういったことをお話を聞いてじっくり解決していくっていうコンサルステーションっていうのを10月1日にオープンしました、はい、情熱あふれるバイタリティで人々の明るい未来を照らす藤井恵子、そんな彼女が心に刻む格言とは。思い立ったらすぐ行動、七転び八起きです。素晴らしい。スポーツマンですけど、ね、スポーツマンですからみたいなね。打たれ強いんで7回転んでも8回起きればいいという。素晴らしい、そのもうバイタリティで、はい、もう世の中を明るく、我々を本当に明るくしていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意、ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。インターネットに携帯電話、近年では SNS といったコミュニケーションツールの台頭により、私たちの生活は日々変化し続けている。しかし次々と生まれる利便性の先には、人と人とのつながりやそこから生まれるコミュニケーションなど、本来社会で必要とされる実体験の場が徐々に失われていく現実も存在していた。自らの言葉で相手に伝える、その第一歩をサポートするため、多くのお客様と向き合う女性がここにいる。株式会社トークナビ代表取締役戸井田香織。2015年にスタートを切った株式会社トークナビでは、言葉で伝えるプロたちのもと、コミュニケーション能力の向上やプレゼン研修といったさまざまな事業を展開。自分を変えることができる一つの武器、その言葉が持つ素晴らしさを伝え続けている。今回は戸井田香織をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。起業のきっかけって、うん、何だったんですか？きっかけですか、はい、もともと私が話すことが大の苦手で、はい、もう人と会うのも嫌だなっていうぐらい、こう人前で話すのが苦手だったんですね。それでこう話し方教室っていうのを16歳の時に通ったら、はい、発声練習とかこう何かを伝えることってこんなに楽しいんだっていうのを気づいて、そこからこうアナウンサーっていう道を目指すようになったんです、はい。それでこう話すことって日本人なのでそんなに勉強する機会はないかと思うんですが、もっともっと上達するためにこう実は簡単な練習法があって、それをもっといろんな人に伝えたいなと思って起業しました。やっぱそういうきっかけがあったりするとやっぱりできるようになるのかな。そうですよね。よくほら写真にも撮られたくないとか、はい、まあね、人前は人見知りでダメだとかって、はい、いますもんね、いっぱいね。いますよね。私も過去に自分がそうだったので、はい、あ、そうか。そう、話すことが楽しいんだよってことを世の中に広めたいなと思って、アナウンサーだけをこう集めて今のサービスをしている状態です。どのような方が利用されてます？今多いのはやはり経営者の方ですね、はい、経営者が人を引っ張っていく立場の方々、うん、そういう方にとって言葉っていうのはものすごく武器になっていて、はい、その声で人をコントロールすることもできますし、夢に向かってみんなをこうまとめることもできるので、はい、本当にまあ企業の社長さんとかって今ね、やっぱりその新卒のね、はい、
新入社員の方に大勢の前で話さなきゃいけなかったりだとか、まあ、その会議とかだったりとか ね、はい、ありますもんね。本当 ね、これね、あの僕の晴れで申し訳ないんだけど、監督さんでその言葉をなかなか増えてない人がいるわけですよ、うん、で監督がそういう風になっちゃうと、はい、チームってうまくいかないんですよ。もう戦術なんか、戦う戦術なんか適当でいいっていうわけじゃないですよ。でも、うん、その肝を喋りで握れる人はやっぱすごい監督になりますよ。しかし事業をスタートした当初は厳しい現実に直面したという。あの受講生、話し方を習いたい受講生が2人だったんですよ。あ、どうしよう、2人しか受講生、うん、生徒がいないってなったところからスタートだったので、当初は集客の苦労も味わいました。そこは大変だと思うな。起業のきっかけもまあ先ほどお伺いしましたけど、いつ頃起業されたんですか？2015年の9月、はい、3月です。あ、まあ、ちょっとつい最近なんですね。あ、2年目か、はい、あの事業内容とかっていうのは主に、まあ、まあ具体的にというかどんな感じなんですか？はい、の3種類あります、はい、の1つ目に企業の研修で、こう企業様にお邪魔して、はい、春ですとビジネスマナー研修、よく新入社員の方が受けますね。春です。春にはあの名刺交換の仕方から、春ですと、そうそう、春ですと、春ですと、春ですとって一つの何か形なのかな。春だとそうですよね。そうそう、はい、そうですね、はい、そこからどんどん変わっていって、うん、あのプレゼンテーション研修っていうのが非常に多くやっている事業になります。でその他が経営者限定のマンツーマンのトレーニングです、うん、こう話す練習ってこう経営者の方だと話し方教室に行く時間もなければ、うん、こう移動して、あとこう毎週水曜日とか予約していくのも大変なので、うん、もうこちらがオフィスにお伺いしてもう90分だけくださいと、でそこでレッスンをするっていうのをしています。1対1なのでもうぐっと一気にポイントが分かって身についていくというものです。実際授業としては90分ぐらいなんですか？そうですね、今の経営者のものは90分、企業の研修は3時間あります。そうなんですね、はい、種類によって、あと企業様によっても変わっていきますね。そうなんですね、はい、それはもう自己流の自己流じゃない、豊田さんがこう編み出した形もあるわけですね。こういうもう全て編み出しました。そういうことですよね、はい、そのメソッドがね大変なわけだから、いや大変でした。本当に立ち上げ当初はあのアナウンサーという職業をずっと20代でしてきたので、受け入れてニュース原稿を伝えるとか、番組の形があってそこで進行、今されてるみたいに進行するっていう割と受け身の仕事をしてたんですね。会社を起こしてからは全て自分で作り出して、こう人を集めて、でそして人を動かしてっていうことに変わったので、もう大変でしたね。真逆ですもんね。真逆のことで分からないことだらけでした。アナウンサーだってでもそれを全部受け入れられるっていうのはすごいですよね。いや受け入れられないです。受け入れられないですよね。はい、僕らはサッカーのことで恐縮なんだけども、喋りたいことが何も伝えられないんですよ。テレビ局によっては。それなんでかさ、全部言葉を変えられるから。その言葉は通じない、専門用語ダメ。これも専門用語ダメって変えていかれると、逆に格闘するんですよ僕らね。これだけは言わせてくんないかって、そうしないともう解説者として成り立たないっていうようなことにもなってくんですよ。葛藤ですね。葛藤なんですよ。でも今受け入れると今度全部受け入れるって逆の立場になったら、いやそれは難しいだろうなっていうね。もう人を集客する方法も何も知らなかったので、どうやったらこう人が集まるのかなレベルのところから。集客が一番大変ですもんね。ここで授業内容にも取り入れられているある体操を実際にスタジオで体験させてもらうことに。笑顔の1分でできる簡単な練習法を一緒にやっていきましょうか。はい、あの口は、うん、うとイの形をします。うは思い切り口をすぼめて、イはあの口角、口の両端、口角を目にこう上げるような、実際は目にこう上がるなんて無理なんですけど、気持ちをこう上にイーっていうのを思いっきり引っ張って、ういういういっていう、うい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 、番組スタッフもみんなでやってるやん。でも今本当にテレビ見てる方もね、ぜひ一緒にやってみてください。この時ポイントはういういって
口をそれほど動かさなくてもういういって言えてしまうんですが、わざと大きくういういういと顔がさすがに動いてるよね先生ね、うい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 どういう番組ういうい番組になってういうい番組です、はい、これをですね、はい、ういうい体操と言いまして、テレビを見ながらでもいいですし、お風呂に入りながらでもいいです。1分間頑張ってういういと続けてみてください、はい、これだけでだいぶ顔にはたくさんの筋肉がありまして、それを鍛える方法の一つです。それ以外にもあのキッズアナウンサーの体験っていう教室っていうの、あ、いいところを聞いてくださいました、はい、キッズアナウンサーそうなんです。話すことって身につけるのが早ければ早いほど自信になるんですよね。こう小さいうちに発表ができる子どもって結構自分の発言を言える人って次から次へと行動を起こしやすいという結果が出ているんです。そのためこう小さい時に話す自信がつけば、将来プレゼンをする機会とか商談をする機会にも役立ちますし、必ず受験で面接のあったり、はい、そういう時にも自分は話せるっていう自信があるともう堂々としていられるので、そうですね、小さい頃からそういうことを身につけたらね、本当に自信だったりとか、まあ、何か意見を言うときにはっきり物事をね言えるお子さんができるってことですよね、うん、伝えられるっていう ね大事なことですよね。今でも結構必要ですよね、うん、それがね、本当そうですね。あんまりこう自分のほら、うん、スマホだけで自分に自分と会話してるみたいなさ、ねね、人とはなかなか話ができないっていう方も ね、はい、小学生なんかも多いですもんね、うん、自分を表現する言葉を武器に多くのお客様と共に歩み続ける戸井田香織。そんな彼女が見据える今後の展望とは。今後はスピーチトレーナーという、 こう話す力を向上させる人を増やして、世の中にたくさんのこう話すことが好きだっていう人を増やそうとしています。始めた頃を生徒2人ってちょっと今日お話ししたんですけど、はい、今たったこの切り替えて1年ぐらいの間でもう1000人になるところなんです。あ、そうですか、はい、口コミでバッと一気に広がったんです。でそれをですね、今度はそこの場所に来なくても自宅にいても学べるようにオンラインでの教室というのを開講します。それによって全国どこにいても話し方っていうのを現役のアナウンサーから学べるという環境を作ろうとしています。今後ぜひ頑張ってください、はい、よろしくお願いいたします。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。自己資金0円から5年で1億円の資産を作る。現在の給与所得以上の収入を不動産で稼ぐ。このような元気のいいフレーズが書店でもウェブでも踊っています。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、不動産投資リスク大全。この本を書いたのは株式会社コンスピリート代表の村上幸男さん。村上さんが誰も教えてくれない不動産投資の7つのリスクを完璧に書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。